皆さんこんにちは、プロボウラーの小林哲也です。今日はですね、コメントでいただきました、レーンの板、板の種類によって、どういったボールがいいか、どういった特性があるかっていうことについて、お話ししていきたいと思います。で、今回ですね、ものすごくシンプルにしました。すごく細かくあるんですけども、今回書かせていただきました。こちら、ラウンド1で、投げているお客様が、この動画見ている方は非常に多いので、ラウンド1に限らずでもあるんですけども、ラウンド1の板の今回種類別ボール選択の方法という形で書かせていただきました。で、お近くの店舗で大きく分けると2つの、メーカーがあります。で、1つ目がフランスイック、そしてもう1つ目が AMF ということで、特徴というかボールラックにですね、ブランスイックか AMF かっていうの書いてありますので、ぜひね、自分の店舗の、板確認していただきたいなと思います。それで、じゃあこの板がどう違うのかっていう話をしたいんですけども、この中でもね、実はブランズイックの中でも何種類もあります。 AMF の中でも何種類もあります。そして他の、そのこの2つのメーカー以外にも、いくつかの種類がいっぱいあります。ウッドもありますし、いっぱいあるんですけども、今回ですね、本当に分かりやすいようにブランズイックと AMF ということで分かれさせていただきました。で、特徴です。ブランズイックの板は基本的には硬いです。硬いで、AMF 板のは柔らかいということで、特徴をお伝えしたところで、じゃあどうしたらいいかって話なんですけども、じゃあ AMF、これ柔らかいってどういうことかっていうと、簡単に言うと、ボールが反応が早い。ボールの反応が非常に早いです。なので、よく言う手前で反応しやすいっていう風な特徴がありますね。なので、変化も早いというふうによく言われますね。AMF の板の場合の方が。なので、柔らかいということで、どちらかというと、こう、もちろんボールによるんですけども、基本的な軌道っていうのは、ちょっとこう手前で反応して、アーク状の緩い動きっていうのが、AMF の板では多いのかなっていうのはあります。で、逆に言うと、ブランスイックの板は硬いので、結構手前がしっかりと言ってくれますので、言って奥で切れるみたいな、そんなイメージ、思っていただけたらといいなと思います。じゃあ、この2つのメーカーで、どういったボールがいいか、ということでお話ししていきたいと思います。で、ボールの話もね、以前ね、やったんですけども、すごくシンプルに、ソリッド、ハイブリッド、パールということで、この3種類がありますけども、基本的には、このブランスイックの板は、ソリッド系のボールがあります。で、ハイブリッドも、配合率が、メーカーによっていろいろ出てるところもあるんですけども、ソリッドが多めのハイブリッドもあれば、パールが多めのハイブリッドもありますので、それは各メーカーの方にですね、確認してもらいたいなと思います。で、ブランスイックのボール、板は、非常に硬いので、反応が強い、キャッチが強い、ソリッド系のボールをおすすめします。もちろんパールでも全然いいんですけど、パールだと、メリットとしてはものすごいこう見た目いいですね。走っていって切れるみたいな。だけど、時に走りすぎて脱げてっちゃって、ちょっとこう反応が強かったりして刺さってしまうっていう表現があるので、キレが良すぎてしまうって暴れてしまう、といった表現がいいのかなと思うんですけども、っていう特徴がありますので、ちょっとソリッド系の強い、アーク状に曲がる球を使うと非常にコントロールしやすくなり、点数もアップにつながります。なのでブランスイックのテンポの方は、基本的にはソリッド系のボールを購入した方が、より点数は出やすいかなと思っております。ということで逆ですね。AMF の板の場合は柔らかいのでパール系がおすすめですね。こっちはね、特にパールをできたらいいかなっていうのはありますね。やはりソリッドのボールだと、もともと手前で反応しやすい板に、プラス、強い球を投げてしまうことによって、奥の動きがすごく弱くなってしまいますね。弱くなればなるほど、ポケットにヒットしてもタップしやすいという状況になりやすいですね。ストライクを出すには角度が非常に大事になってきますので、その角度を求めにくくなりますので、ある程度パール系のちょっとこう手前が走るスキット感が出るようなボールで投げてあげると非常にマッチングよくピンも暴れてしっかり倒れてくれるということなので、ぜひね、もし自分のボール見ていただけてる方は多分3つ4つ5つ6つといっぱい持ってる方もいると思いますので、ちょっと自分で調べてみてください。あえてブランスイックの板の
テンポの人と AMF の板のテンポの人で、まあ、どっちが合うかっていうの。多分、ほとんどの方は、この先ほど言ったブランスイックの板はソリッド系、そして AMF の板は、パール系のボールが合うかと思いますので、まあそういった形で、もし、あまりね、いろんなテンポに行かれない方なんかは、そういった形でラインナップを揃えると、いつも安定した点数が打てるのかなっていうのはあります。もちろん、これはあくまで板ですので、コンディションによっては違います。コンディションによっては逆の場合もありますし、どっちがいいかっていうのは判断は難しいですけども、例えば同じコンディションで、まあラウンド1でいう C パターン、42フィートのコンディションを引いた場合は、こっちはソリッド系、そしてこっちはパール系のボールをおすすめしたいなと思います。非常に今回は簡単にお伝えさせていただきましたので、まあ次ね、またもっと深掘りして、もっとちょっとこう、いろんな板の種類とかも、お伝えできたらと思いますので、まあ普段ラウンド1にあまり行かれない方は、その次回の動画を見ていただきたいなと思いますが、まあこの、今回ですね、この板の種類別、ボール選択の方法ということで、今回お伝えさせていただきました。またね、何かわからないことなどありましたら、ぜひコメントいただきたいなと思います。なるべく全部コメントは、読んでますし、返させていただいてますので、ぜひね、わからないこと、そして皆様のコメントをもとに、また動画などね、作成を、したいと考えておりますので、ぜひたくさんのコメントお待ちしております。ということで、今日の動画以上になります。それではご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。